1969年のアトムズでは、1969年のアトムズの動向をまとめる。この年の産 k アトムズは、別所竹彦監督の2年目のシーズンである。産業経済新聞社とヤクルト本社との共同経営になったのに伴い、スポンサー名なしでアトムズと名乗った唯一のシーズンでもある。この年は、主砲デイブ・ロバーツが大活躍、8月までは、 打者3部門のトップをひた走り、三冠王と期待されたが、巨人戦での怪我で長期離脱となり、結局無冠で終わった。その一方、5月27日には主力だった、ルー・ジャクソンが、水蔵絵師で死去という出来事も起き、同日の阪神戦では6回に13点取られるという屈辱を味わう。7月末にはジャクソンに代わる、新外国人、ボブチャンスが入団。 8月からの出場ながら16本の本塁打を打つ活躍を見せる。チーム打率はリーグ2位の244本塁打もリーグ3位の139本と打撃陣は9大点だったが投手陣が不振でチーム防御率は3.71で最下位だった。最後は順位を一つ落として5位となった。この年は3位の対応に16勝を9敗1分と勝ち越したが 巨人には相変わらず弱く10勝16敗、最下位の広島にも12勝14敗と負け越した。シーズン終了後、1963年に西鉄ライオンズから移籍し、主力として活躍した豊田康光が現役引退、17年の現役生活に幕を下ろした。1位に八重橋、7位に大谷と1978年初、 優勝時の星コンビがこの時指名されて入団。またその初優勝時に活躍した伊原慎一郎が慎一郎名義で指名され入団している。ありがとうございます。